健康に大切な水の話。こんにちは。こんにちは。そういえば先生っていつもコーヒーばっかり飲んでますよね。健康には水の方がいいんじゃないですか？いえいえ、ずっとコーヒーばっかりじゃないですよ。もうお茶も飲みますしね。ペットボトルの水っていうのはちょっと少ないかもしれないですね。水はそもそも健康にいいっていうイメージがありますけど、全ての方に対してそうとは言い切れないですね。そうなんですか。1日2リットルの水、健康の常識だと思ってました。むくみがひどくて悩んでる人にはそんなにたくさんの水っていうのは余計にむくみのもとになりますよね。確かに。しかもお水っていろいろありますよね。水素水、炭酸水、寝起きのおさゆ、ミネラルの天然水、それぞれ効能も違うので体質とか目的によっていいお水っていうのは変わってきます。そんなに深く考えたことなかった。先生、お水のこと詳しく教えてください。わかりました。そもそも水の何がいいのか、それぞれ体にどんな作用があるのか、どんな体質の人に向いているのかなど詳しく解説していきましょう。お願いします。そもそもですが、水っていうのは体の中であくまでも潤いを作るしか効能っていうのはないんですよね。だから飲むとどんどん体の下に降りていって、それぞれの細胞の潤いとなって体の中の乾燥を防ぐっていう働きはあります。その潤いを作りすぎるとむくみになるんですね。その通り。あとはうまく流れなくって滞っている場合ですよね。これはどんなお水でも一緒なんですけど、そこにそれぞれの種類のお水の成分が加わることで効能が変化していきます。なるほど。じゃあおさゆはどんな効能ですか？体に良さそう。はい、おさゆっていうのは体の中に入った時に熱を冷ます生熱作用っていうのがあります。あと他には通便作用っていってお腹の中の成長効果ですね。この働きもあります。で、本来ね、おさゆっていうのは石膏を煎じたものの湯冷ましのことで、水に石膏が混ぜたミネラル、こういったものがたっぷりのお水のことなんですよね。あれ？じゃあ水道水を沸かしたのはおさゆじゃないってことですか？そうなんですよ。この石膏の水っていうのはいわゆる硬水で、ミネラル、つまり体にとって不要な不純物を外に出そうとするためにお腹が緩くなったりします。単純に石がお腹に入ってくるとお腹壊しますよね。で、それに伴って胃腸の働きも低下するんですけど、そうした結果生熱作用も生まれます。おさゆとか硬水の仕組みってそうだったんだ。なので便秘の人や体に熱がこもっている人にとってはとてもいいんですよね。朝起きた時のおさゆっていうのも、例えば夜遅くに食事をして朝起きた時に胸焼け気味の人なんていうのは、この胃の熱をとってすっきりさせてくれるので非常にいいですよね。だから朝起きた時のおさゆってよく効くんですね。そう。でも逆にそうでない人には朝におさゆを飲む必要はないですよね。むしろ夜遅く食事を取らなかったらいいですよね。確かに。通便作用も同じです。便秘でもなくってお腹が緩くなるのが辛い人にとってはわざわざお酒を飲む必要というのはないんですよ。本当に人それぞれ、体調に合わせて飲むのが正解ですね。先生、他の水も教えてください。そうですね、レモン水なんかはレモンの効能によって体の中により潤いを強めてくれる働きがあります。ほら、レモン食べる時のことを想像してみてください。酸っぱい。キューッと細胞を引き締まって、そこから唾液が出てくるような感じしますよね。まさにそんな感じで潤いを作ってくれます。例えば風邪で喉がイガイガヒリヒリの時なんていうのはとてもいいですよね。あとは内臓もキュッと引き締めてくれるので、胃もたれですっきりさせたい時とか、なんかこう胃が荒れてて逆流性食道になりそうなんていうには効果的ですね。逆にすごく胃が荒れすぎてしまっている時、こんな時にキュッとされたらちょっとしんどくなるかもしれないですね。確かに胃もたれにレモン水良さそう。はい、あとは炭酸水ですね。炭酸水なんかも普通の炭酸の二酸化炭素、これが入ってますよね。これは体にとってはいらないものです。
ですから皮膚呼吸で追い出してしまおうっていう風に皮膚表面まで水分を運ぶ作用が強くなります。じゃあ炭酸水もお肌うるうるになるんですね。その通り。夏場はそのまま汗が出ていくのでとても良い循環になりますけど、冬場は汗かかないので出ていかないんですよ。でそうするとそのまま脂肪やむくみになっちゃいますよね。まあ、無糖ならいいんですけど、甘い炭酸水っていうのは冬に飲んだら脂肪になる。そうなんです。発汗のサポートっていうイメージで取るのが一番いいですよね。あとは水素水ですかね。健康志向の人は水素水飲んでるイメージです。水素水は体内の気が増えるので血流が良くなります。血液サラサラ効果ですよね。コレステロール高い方とか血がドロドロで流さないとダメなんて人にはとてもいいですよね。やっぱり水素水は体にいいんだ。とはいえ血流がサラサラすぎる人っていうのも、例えば菜食の人なんかに結構こういう方多いんですよね。そんな方にはちょっと不要かなと思います。あとおすすめなのはジムに行ってる方、体の乳酸を流してくれて疲労回復に最適なんですよね。でもそう、筋肉を作りたい方っていうのは血を流してしまうので筋肥大できないんですよ。だからこんな方にはねちょっと向いてないかもしれないです。一長一短なの分かってきました。ちなみにアルカリイオン水はその逆で余計な気が抜けていきます。固まった細胞も水分が溶け出してくれるので血管拡張効果っていうのが期待できますよね。なので高血圧の予防なんかにもいいかもしれないですね。本当にいろんな効能があるんですね。その時の体調や体質に合わせて選ぶのを意識して健康になるぞ。ただ水だけに効果効能を求めようとするとすごい量が必要になってきてむくみになるだけなんですよね。だから水だけに頼って健康になろうとするのではなくて、生活習慣を見直したり食事とか他の方法なんかもちょっとこううまく取り入れてみるっていうのもいいかもしれないですよ。わかりました。先生今回もありがとうございました。はい、それではまとめです。水はその種類によって様々な効能があります。確かに効能はいろいろあるんですけども、だから水は健康にっていうのは一概には言えないですね。水だけではなく全ての方にいいものやこれさえ飲んでたらっていうものはないんですよ。ご自身の体質や今の体の体調に合わせて選ぶ、これがとても大切ですね。でもその前に水だけに頼らず生活習慣の改善、これもお忘れなくお試しください。先生ありがとうございました。水にもいろいろありますね。みんなニコニコ中医学笑顔の処方箋。